などの名前がありましたら、現在では日本まげと大津町まげの2つでございます。お相撲様が頭の上にちょこんと曲げている日本まげですが、重量以上になりますと土俵入りや振り切った時には大津町と土俵に上がります。お相撲さんが入門しますと、誰かがちょっとも早くこの大津町家を楽しみ、毎日苦しい稽古をしております。ただいまご覧いただいているのは癖直しと申しまして、大津町家にあたって何よりもこの癖直しを入門に行いますと、後で入門が期限に出ません。髪の毛は生きておりますので、どんな人の髪の毛も癖があります。その癖を抑えてまっすぐにするために髪の毛に少々水をつけ入れ込んで、一時的に柔らかく保護し、まっすぐな髪の毛に戻します。あなたの髪が入ってきたくない。小柄さんの手をご覧ください。隙間札を手のひらで伸ばしております。これを髪の毛に満遍なくつけて、お続けをなくすようにしております。今度は突き出して丁寧に髪をすり取ります。この突き出しをかけますと髪の毛に艶が出て、髪はカラスの濡れた色というような艶のある色になります。力士の髪を言う人を心得まくります。岡山さんによりまして、ジョン髪を言うのに2年から3年、この大津町を入れるのには5年から10年はかかっているといいます。また岡山さんもこの大津町が2回目のようになりますと1年前と言われています。次に揃い節を使って寝揃いをします。この寝揃いは大津町の中心点を決める大事な節目でございまして、大津町という髪の長さは約40センチから45センチが良いと言われています。岡山さんの手元の白い紐がご覧いただけますでしょうか。これは元木といって、昔は黒人の日本髪によく使っていました。元木は髪でできておりますが、大変丈夫なので、手で引っ張っても決して切れませんが、立ち合いの激しい当たりで玉が切れることがあります。この元木は1日に2000本から3000本ほど使っており、1年間では約80万本ほど使っております。豆の中を待ち、少し落として豆棒で左右の身を出します。岡山さんは各セクトリの頭の大きさ、顔の形、髪の癖と強気に合わせて、その人に合った大津町をやります。現在相撲協会には岡山さんが約50名おり、力士は序ノ口から横綱まで約600名おります。その力士が毎日稽古場に岡山さんに髪を入れてもらいます。豆となるところに櫛をかけ平らにします。
ここで作詞団へ張り込めをいたします。
精神集中の時を過ごしております。力士は負けを切るのは髪を締め切ることによって全身の力を強力することになります。また土俵の準備をするに頭を保護するためにもなります。大きく開いた時と豆の根元、それに竹先の位置は胃腸の針を抜いているところから、この豆は大腸と名付けられました。立派な王女が出来ました。モデルは小娘ことしょうという若の実験より、以前は岡山の岡野市、岡島でした。